なんか二人はね、もともと同じアイドルグループの、はい、なんか先輩後輩という、なるほど、ことらしいですね。はい、大阪天神橋筋、はい、6丁目のですね、天6という、はい、あ、なるほど、アイドルグループがありまして、はい、しつぎ選手がまあその1期生で、はい、相川選手はまあその後に入ったということなんですけど、まあプロレスとプロレスラーとしては相川選手の方が先輩。18年にデビューしてますね。先輩になりますね。なるほど。プロレスラーとしては先輩ですけども、アイドルとしては後輩ですね。そうなんですね。もともと同じ、まあ、グループ同士が、まあ、戦うという、ちょっと非常に珍しい。今はキネホールなってますね。が2で返してます。さあ、そういった感情も入ってくるのかどうか。いや、入ってくるんじゃないですか。やっぱここは相川選手はね、18年の5月に、大阪でデビューしてますけど、もうこの選手は、はい、今日がデビュー戦ということですよね。そうですね、今日がこれデビュー戦ですね。はい、いろいろ着陸のね、はい、リングガールもされていたって、はい、リングガールからそうですね、デビューするって、今最近はまあ、うん、女優とかね、はい、アイドルからデビューされる方っていうのが、まあ、あと声優とか、はい、すごく多いんですけどね、はい、なんかあと、まあ、いろいろレースクリーンとか、なんかいろいろ出演者いろんなことやってるみたいですよね。あ、マルチな活動してるってことね。はい、まあ、モデルさんとかタレントさんとかね、はい、歯科衛生士とかいろいろな、歯科衛生士もやってるんですね。いろんな資格を持ってるらしいですけど、やっぱりね、なんかコスチューム見てもスタイルの良さがやっぱり分かりますね。なんかそうですね、腹筋なんかもうね、鍛えられてますもんね、出演者ね。身長は志木選手の方が高い、ね、あ、そうですね、160センチ。はい、さあ必要に腕を攻め上げます。今とひねり上げました。あ、やっぱこの辺はやっぱりね、キャリアがありますからね、相川選手の方がね、さあこのに振って、ここからエルボー、オーバークエルボー。さあもう一度振ります。あ、さあこれはなかなか厳しいでしょうか。足をかけて倒します。さあ踏みつけました。やっぱりこう先輩をね、かつての先輩をこう顔面をね、踏みつけることができるっていうのも、これまたプロレスですから。そうですね、プロレスラーならではですね。勝負となれば関係ないと。さあ必要にまた腕を攻め上げますね。相川選手はこの試合の後にまたこのアイドルのイベントのライブにも、あ、この後に、まあ、出演ですかね、されるということですから、すごいスタミナですね。やっぱこういうね、休日とかね、祭日っていうのはね、はい、アイドルの皆さん結構掛け持ちでね、なるほど、いろんなステージこなしたりするんですけども、まあ、この試合の後にもそういったイベントも、まあ、撮影会ですとかね、まあ、いろいろ、はい、まあ、そういうサイン会ですか、まあ、わかりませんけど、なんかそういうようなユタのイベントとかね、そういうのがまたあると。なるほど、いうことですね。今これはロープエスケープに、あ、ロープエスケープです。脇固めですね。今必要に腕を攻めてますね。うん、まあやっぱり腕攻めっていうのはね、基本ですからね。さあまるで先輩であることは伺えないぐらいの必要な攻めですね今。うん、まあ、そこはやっぱり腕というのはね、リングに上がればないんじゃないですかね。またね、スキーも今日デビュー戦ですけどね、先ほど紹介見てたら、やっぱり非常にこう気の強さにはね、定評があるって言ってましたから、まあその辺がやっぱちょっとやられっぱなしではね、やっぱりいられないですか、出てくるんじゃないですかね。これは拝んでからの、はい、ダブル2、これナムですね。ナムですね、ダブル2ドロップ得意技。なるほど、拝むからナムなんですね。そうですね、なるほど、なるほど。さあしかしこれを返してくると、やはり気の強さが伺えますね。さあ、おっと、お、早くもうフィニッシュ宣言、フィニッシュ宣言ですね。さあ持ち上がりますか。おっと、これをパンチでかわして、さあ逆にボディスラム、ボディスラム。いや、ボディスラムっていうのは一番基本的な技なんですけど、やっぱりこう体幹がね、しっかりしてないとね、やっぱ難しいんですよ、あの技はね、基本がね、できてないと。ジャーマンから結構身体力高いですね、ブレンバスター2連発。もう一発、
とこれは菊池選手デビュー戦ながら3連発。さあホールに行きます。返します。意外と菊池選手がこれやられるかと思いきや今逆転しました。そうですね、ブレンバスターでね反撃していきましたね。今腰のあたりを押さえてますが、さあここからキック、さあミドルキック出ましたね。まあ、手足ね長いんでね、蹴りなんかは有効も有効になっていくんじゃないですかね。しかし高く返されて、そこからさらにテイクドロップキック。この結果5ミリパース。あー、また腕いきました。また腕ですね。うん、さあこれは厳しいか。あそこからあー、これは結構ガチ入ってますね。あー、ギャップ。ウィナーイズハルカアイコバー。いやいや頑張ったんですけどね。第1試合は5分32秒でアイコバハルカの勝利。アイコバハルカに勝利しております。うん、見事勝利を収めました。相川遥選手には金メダルが贈呈されます。相手を気遣う姿選手の腕を上げます。でも腕痛いんで上げないでくれと。いや帰ってちょっと今の痛かったです。敗れた選手には引き続きアンリ選手にも健闘を称えまして金メダル